プレイ2017年ベセスダソフトワークスハードウェアラボにやってきました。カルビーノの作業場があそこで、この開けた場所を通らないと向こうに行けないので、絶対何かいてるだろう、ここを通って向こうに抜けていきたいってとこですね。ロビー、絶対なんかいてるよね、ここ。怖えなぁ。なになになに、なになに、誰か飛んでるぞ。吹き飛んでいってる。あれ、カルビーノやったりせえへんよね。ミミックがいそうなんですよね。あまりにも遠く、あまりにも早く、2位。ジョンソンの任期が終わり、レーガン大統領へ。しかし、その時点で宇宙開発競争はすでに衰退の兆しを見せており、宇宙により約束されていたかに思えた進歩があまりないとあって、過去数十年来の意気込みは色褪せてしまった。同じようにソビエト連邦も宇宙開発に注力したことによる経済の崩壊に苦しんでいた。宇宙計画へさらに支出すれば支持を得られないと、アメリカ政府、そして国防総省の多くの者が悟り、多くの政治家による、多くの政治家がお家騒動の解決に注力することとなった。これは歴史の話ですよね。本当の史実の話ですね。こっちは可燃性タンク。起動エレベーターは呼んだよね。火星のテラフォーム。火星の施設とその継続的なメンテナンスのコストは膨大になる。アレックス・ユーは貴重なインタビューの中で、半袖を着た家族が草地でピクニックをし、日没後に地球の光を見られるという火星の展望を明らかにした。彼の展望を実現するには、火星を地球と同じ環境にしなくてはならない。これは今まで人類が直面してきた技術的問題の中で最も困難なものである。そして U は無害な灰色の苔を見せてきた。そんな問題を解決するために特別に生み出された極限微生物である。タカキア・キャサリンと名付けられたこの地味な植物は非常に効率よく働く有機体であり、十分な時間を与えれば火星の大気を地球の大気とほぼ同じものに変えるという。火星を地球化するっていう計画ですよね、テラフォーム。何これ、小惑星編。レバレッジ3で運べる荷物。これは望遠鏡の調査。動かせないですね。あれ、汚染されてるよね。まだ見つかってないんですが、嫌だな、汚染されてるやつがいてるんだな、そこに。ホープエリス。メール、唯一のホープは君だ。オールドサーダーのボトルをこっそり盗みに、ラーセンをデモシアターに行かせた。一緒に来ないか。デモの遅れ。アルタクス推進システムのデモを延期しなければならなくなった。ほう、何それ。こっちは
ディレクターソースティンのオフィス。あー、汚染されてる方に行かないといけないっぽいね。あいつ一体だけなのかな、それとも他にもいるんだったら。ファントム見えるのは一体だけですね。破損した回路、新たな指示を確認。技術オペレーター、他にはいないのか。とりあえず一体だけっぽいかな。よし、アイテムがいっぱいですね。リサイクラーないかな。というか上にも階があるんだな。ファントムの声が聞こえるんだけど、どっからですか。というかファントムって喋るの。ここはロック中。どこで誰が喋ってんのかな。この向こうはキーカードがないんで入れない。確実にファントムがいますよね、そこにね。デカルビードの作業場を向こう。まずはカードキーかな。ここは、お、入れるね。武器アップグレードキット、サイレンサーピストル、結構物が出てきたけど、はい、持てないですね。サイレンサーピストルの製造断面。クルーはこれは同じですよね。ユーティリティ、エリアマップダウンロード、 OK、 OK、 OK。リサイクラーはここないですよね。一回戻った方がいいのかな。セキュリティ制御、制御、セキュリティロッカーのロック解除。あ、OK。弾。おお、何何。さあここは予備部品だけか。あーっと、やっぱりアイテムがいっぱいだな。この上に登れるっぽいけど、ファントムがいたね今。見つかった。見失ってるかな。
地にいるね。ミミックもいた気がする。え、よし、ファントム撃破。ミミックはよし、よし、持てない、物が全然持てないね。リサイクラーはないのか。ないよね、リサイクラー。一回何見つかった。ミミックか、いたいた、ミミック。あれ、オッケー、持てないんすよね。お、一回リサイクラーのあるところに戻りますかね。このままじゃ何もアイテム取れねえもんな。はい、タロスロビー、タロス1ロビーですね。オーケー、リサイクルして戻ってきたぜ。これぐらい空きました。持てる能力がもともと少、持てる能力じゃないな、持てるアイテム量がもともとそんなに多くないよね。で、拾えるアイテムはとりあえずまずセキュリティステーションの中に武器アップグレードキット、サイレンサーピストル、それからそんだけだったかな。ロッカーの中も何かあったっけ。ないっすね。それからこっち、この中にタレットがある。タレットは展開しとこうかな。壊れてないですよね。で、腐食コイルと、あとは上の階にミミックとファントムの死体が落ちてるはず。ファントムどこで倒したかな。ファントムはこっちか。オッケー、もう一体ミミックいてなかったっけ、これかな。はい、結構アイテムいっぱいね。それからこっちはディレクターソースティンのオフィス、これは入れないですね。はい、あ、レバレッジ3があればこの棚ですら動かせる、それはすげえな。タリウスヨーク、メール、お目付け役、フランクリンに注意しておいてくれ。推進システムを使わないかが心配なのだ。製造図面を紛失したかい。奇妙な外行きのコンテナ、あれは自立型タレットの製造図面、ピュテアスの施設へと運ばれる予定の古いキャパシタセルの山に隠れていた。偶然かもしれないがわからない。オフィサーによってあれはライフサポートのセキュリティステーションに安置されている。おう、待て、
何か音が聞こえた気がしたけど気のせいか。君に任せるよ。ドクター・カルビーノは訪問者に対する最新のルッキンググラス技術の紹介をあまりよく思ってないようだ。お、ドクター・ソースティンのオフィスのキーコード入手。そこが入れるようになりましたね。ちょっと周りのアイテムを拾ってから。何何何、でもない。ティトゥス・クロムウェル。あ、もう一杯。どっかにまとめてアイテム置いとくかね。ドロップしていらないやつね。この下がちょうどタレットのいてるところだから。そうね、ハードウェアラボの入り口あたりにドロップしとくか。2個目レンチもいらないし、2個目のサイレンサーピストルもいらないし、それからこの辺の素材にするやつは全部いらなくて、はいはい、結構大き落ちましたね。じゃあこれここに置いといて、もう一回上の段調べに行きますかね。段じゃねえな、上の階ね。さあじゃあまずここから。はい、でテーブルの上はビッグバンキャンディ。なんかいそうな音が聞こえるんだよね。下の階かな。研究設備、特殊部品、プロトタイプなど数多くのステーション技術はここで生まれる。ルッキンググラス端末はドクター・カルビーノの作業場で修復できるはずだ。了解。こっちのアトリウムの奥に行くとドクター・カルビーノの作業場に行けるんですね。私の名前はミスター・グルーイー・マクグルーフェイスだ。何のメモこれ。これは、あ、これはタレットの修理の話で、ここにもメモが。暗記したら技術オペレーターに処分させるように。グループワークステーションのパスワード、これか。メール、君の勝ちだ。ミスター・グルーイー・マクグルーフェイスに腕を与えた誰かへ。うなぎゼリー帽子の上に立つものはないと思っていた。私が間違っていた。君の野球グローブの手には及ぶべくもないよ。備品が必要な場合、機械工場から備品が必要な場合のリマインダー。備品庫のキーコード。グルーの試験結果。グルーは依然としてガラスに張り付かない。あ、そんなのがあるんですね。ガラス以外の壁に打たないと泡状にひっつかないんですね。了解了解。それからキャビネット、他は他はないな。先にじゃあそこのこん中行きますか。なんかいてるかな。クイックセーブ。68605。あ、っていうわけでもないかな。
さっき入ってきた入り口の上側に出ただけかなですね。ジョージ・ソーステインかな。こっちは、お、ヨルゲン・ソーステイン。ファントムになってるね。ちょっと待てよ。あれは戦えるか。グルーで戦えるレベルのやつなのか。こっちはどう。武器アップグレードキット、ニッキー・タンナー、グルー、あ、グルーキャノンまた持てない。3マスいるんですね。了解了解。グルーキャノンはまた拾いに来よう。他のアイテムはうなぎロール、ドリンクに、それからあ、持てなくなっちゃいました。カリフラワー料理、うん、持てないっすね。空き容量なし。またもう一回、じゃあリサイクラーと行き来しましょうかね。さあ、足元に転がしてたやつも含めて全部リサイクルしてきましたよ。で、上のフロアのアイテムをまた回収して、で、あっち側の部屋にいたファントムを倒しに行きましょうかね。このタレット持って登れるのかな。無理かな。無理ですね。自力で行くしかないか。じゃあ、ほっほっほっ、まあ、まずはグルーキャノンと、それから落ちてるアイテム全部拾いましょうかね。あら、もういっぱいに。あ、ちょっと待てよ。武器アップグレードキット、これ使いましょうか。どうやって使うんだ。あー、こうすんのか。あ、違うね。お、使い方がわからない。使えない。もしかして、ガンスミスがないと使えないのかな。なかなか厳しいなこれ。
アイテム容量が全然足りないね。ニューロモッドで解除するようなスキルは今あるのか？それも特にないよな。一個じゃ意味ない。そのことハントレスボルトキャスターとか分解しちゃうか。しゃあないね。もう一回行きますか、分解しに。行きましょう。さあ、3度目のリサイクルの旅を終えて戻ってきましたよ。まあ素材集めばっかりやってないで先に進めよって話だと思うので、ここからはね、調べに行きましょうかね。これでラストかな。はい、OK、 OK ね。で、向こう側ですよね。